皆さんこんにちは、アイロンです。さあ今回もブラッドステインド遊んでいきましょう。さあ前回ですね、ボスの残月を倒してこの大聖堂にやってきたところで、今日もね、先を目指して進んでいきましょう。今ここにいます。新たな聖ポイントここに行って、でね、今日やっぱりこっちかな。こっちの上方向ね、どうなってるのか全然わかんない。こっちですね。よし、でまずはこの子いで、この子ね、そう結構強いんですよね。早速割と食らってしまった。でネズミ出して、ユノネズミ、ワンちゃん、ワンちゃんも危ない。あ、何、あ、これ襲ってくるんだ。いいね、ここら辺本当にドラキュラっぽい。でこの上、こいつもか。よし、メガネコ姉さん割と美人さんだった。これは、これは意外と襲ってこない。ただこいつ、さあネズミ出して、そっちゃない。でシャドウ、サモンブエル、魔獣ブエルを召喚して敵に消しかける。これ敵全部落とすんだもんね、シャドウ。この作り込み結構すごいな。妥協を感じない。でオーク剤、確かマイクラでもあった。でこれ何、シャードか、びっくりした。何かと思った。スキルシャード、取得しただけで常時効果を発揮する魔法、メニューから効果の応報を設定できる、魔力を消費しない。でショートカット、メニューのショートカットで登録した状態をヘルティープラススティックで呼び出すことができる。ここでか、ショートカット、あ、こういうやつね。でですね、シャード、これで錠剤効果、ショートカット、あれか、ショートカットのスキルね。なるほど、こういうやつで、ここにこう振っていけるんだ。ウェポン、あれ待って、外れたよ。これなんで、再び装備してロングソードじゃなくてウルフバルト、こっち。ここでね、なんか知んないけど A ボタン押すとね、外れるんだ。よくわからん、なんだろう。まあこれ今のところオフでもいいかな。一旦オンにしとく。あれ、そう、降りてきて食らうの。あとこいつ、これなんすか、これ露骨にヤバそう。57、57、こいつは強キャラだ。あと範囲攻撃、そう、絶叫攻撃で、やー、死ぬ死ぬ、なんだこいつ、ネズミが全然効かねえ。あ、でプラス呪い、いやー、このこつで、よし、ようやく勝ったけども、魔女の涙、これはなんだこいつは、呪い。ライフと魔力、これは減ってるんだ。かなり持っていかれた。これどうしようかな。あ、で、まずい。あっち行くと復活してんだ。ここで、ここでか、ポーション。2個ぐらい。これ使って。これ、そう。もう一発。あ、出ねえ。まあ、そっち行くな。どんどんそっち行くな。よし、ここら辺にセーブ欲しいな。あっちの左、これもういけんぞ。またいるんでしょ、あいつ。まあ倒しゃいいんだけど。よし、反射すんな。反射でこっち来て食らうっていうね。この周辺さすがにセーブないもんな。あとこれ、これ新型の床ですね。ここに入っていけない。スキルか、何らかのスキル。今回もこれ変身ってあんのかな。月下だったんですよ、コウモリになったりとかね。あとこの床か、これがなんか関係してるっぽい。とそっちね、そこ行けない。あれ、そこもなんか見たことない方がいらっしゃいますよ。ほら、でかっ。え、これ敵なのこれ。あ、まだ怒った、危ない、怒ってる。ちょっと叩いてみよう。18、ニャボン、割と通ってるね、ダメージ。これならばいけるかもしれない。
よし。ニャボン。これかわいいな。ニャボン。見てみよう。悪魔図鑑。ニャボンさん。ニャボンさんがですね、何番だ ?26 番。ニャボン。魔女弟子した猫が怨念とともに蘇った。ニャボン。デステータスこういう感じ。レベル13、HP131。経験値107。割と美味しいね。あとね、すいません。このタイミングで今回の雑談コーナー一つ目。ルルルさん。ツイッターでリプレイくれました。ありがとうございます。モンスターハンターワールドアイスボーンの発売が近づいていますが、今後新しい武器が追加されるなら、どんな武器がいいかをぜひ聞いてみたいです。こちら、状態異常特化の無知。なんなら拳などがありましたよ。これね、難しいよね、新武器。無知と拳か。自分もね、拳考えましたね。ただね、やっぱりモンハンっていう感じじゃないかな、拳は。巨大モンスター拳で討伐するっていう。自分そうですね、割と素早い武器好きなんで、三節棍とか。近距離と中距離と遠距離使い分けられるみたいな。三節棍？叫ぶの結構好きなんだよね。あ、待て待て、あ、間違えた間違えた。あー、まずいまずい。で、デーモン。これも強キャラっぽい。あ、よかった。おし。回復欲しい。敵いないかな？で、ダンスのマスク。これどうかな？装備。ダンスのマスク。これか。これはそうでもない。インテリジェンス。あれだけ上昇。でも、モンハンのね、武器もね、あれ結構調整むずいと思うわ。バランス変わってくるしね。今、弓すごい強いじゃん。で、今度弱体化されるんだっけ？で、本読んで。これ日記か。1764年。またギルドのスポンサーが離れたようだ。錬金術の持つ神秘的な要素。いつ成果の出るかわからない研究には今の時代、魅力がなくなってしまったのか。このままだとギルドの存続すら危うい。上層部の連中は焦りからか。貴族たちに目先の物質だけを盲目に信じれば、悪魔を呼び寄せてしまうと不意調しているようだ。そんなことで風向きを変えられるものなのか。で、右ページ。上層部の動きはいつもより早い。この私に悪魔を召喚する研究をしろと命令に等しい通達が来た。謎の結晶に傾倒している私の研究は無駄と判断しているようだ。しかし悪魔召喚など可能なのか。上層部はギルドに伝わるロガイスの書を使えば必ず可能だと言っている。私にできるのだろうか。これ誰が書いてるんだろう。ジーベルじゃないか、さすがに。ここに探しに来たんだ、ロガイスの書。で、右上、そこに、バレットアップとこっち、部屋があって、ここにこれセーブ欲しいな。よし。今こういうところ。ただこれどっちかわからんもんな。とりあえず入ってみて、よし、転送、よーし、転送 OK。で、一旦お家かな。帰ろう。危なかった。ここはむずかった。あの、ネズミさんの人ね。あれが強かった。マジで。で、こう行って。で、こっち。一旦セーブする。あとやっぱポーションかな。ポーション連成。さて、何を連成する？連成からのポーション。あと武器。武器はこれもないかな、新武器。この辺ちょっと待ってね。バーッと見て。爪。これも体験か。体験ばっかり。海賊帽。ビーストベレー。あ、これ一応作っていけな。ビーストベレー。これそうね。作っとく？これにしようかな。で、装備して。よし。と、エプロン。これ結構強いな。エプロン。朝3つ。ディフェンス1アップ。と、耐火性能。あとね、セーフリング。ディフェンス38。ただ、アタック13。めっちゃ下がる。バッドウィング。と、ガンマンマフラー。これも強い。綿1個。と、ホローポイント。これ強くない？早打ちを可能にするマフラー。これ作っとこう。これにしようかな。で、装備。よし。こんなもんかな。ねえ、アルフレッドってヨハネスの師匠よね。これに石仮面だわ、今の。かつてのね。それがどうかした？いや、どんな人だったのかなって思って。
そうだね。僕の覚えてる限りでは物体の速度を急激に奪う研究をしていたな。研究自体は素晴らしいものだった。だけど尊敬はできない。どうしてなの？最後まで反対はしていたけど、結局は君たちを生贄にすることに賛成した。僕にはそれが許せない。そう、ありがとう。ただこれ18世紀、18世紀ってそういうことまだしてたっけ？生贄とかね。まあ、そこら辺はちょっと置いときましょう。どっちかというとね、なんか中世とかね、そこら辺のイメージ。10世紀手前ぐらい。最近で言うとプレグテールね。あれ本当に良かったですね。あ、プレグテール、あれね、めちゃくちゃおすすめゲーム。ぜひとも見てください。さあ、骨もらってこっち。今ライフ316で、ワープしよう。こっち。ディアンケヒト大聖堂。でね、おそらくこの近辺にセーブあるはず。ワープがあったということは、この下かな？下か左か。あ、で、敵、復活してる。よし。あ、バーニングワンちゃん。よしよし。こっち。こっち行ってみようか。ここがセーブじゃねえ。危なっ。待って、ちっちゃい人。これ何？ガゴイ。我が呼びかけに応じよ。よし。ここもなぁ、こっちに来てしまうんですね。こういうところ。まあ、進んどこうか。どこに何かあるかぶっちゃけわからんしな。行くしかない。あ、あとね、剣の人。俺もいましたね、昔。月下に。そこ。ブラッドブリンガー。あ、こいつせ、多分回転切りとかに決めてくるはず。結構これやってるぞ。よし、やったっぽい。だったらこいつ、これは届かん。こっちへ来い。これ。もう多分1、2発。こっちへ来い。よし。で、お宝取って。世界のファッション創刊号。なんだこれ。どう使う？これ何アイテム？世界のファッション創刊号。あ、これだわ。三つ編みという髪型についての記事がある。ただ使っていけない。まあ、一旦保留にしよう。で、こっから次どうする？あ、これ何？怖いやつよ、これ。思いっきりこれこっち見てるもんな。ここも多分なんか使うんでしょうね。あの目に対して。と、こいつが生きてる。ポルターガイスト。よし。で、開けて、どこに行くんだ、おい。皆さんなんかモンハンの武器って欲しいものある？行け。左右とこっち。黒曜石と鉄取って、でこっちか。もう大体いい感じの武器揃ってるもんね、モンハン。はい、呼びかけに応じよ。自分ね、もうちょっと機動性のある確かなっていうのがね、欲しかった最初の方は。行け。あ、でまたニャボンが行って、よし、レベルアップ、ありがとう。最初ね、立ち振った瞬間、なんかね、これ体験っぽくねっていうふうに思ったんですよね。立ちってこんななんていう。まあ、ただ今となってしまったら慣れた。あ、で、これ押せないんですね。こっちはない。つまり、押せない。こっち無理ね。となると、こっちなんだな。
上の方か。今 15.3% 投破率6分の1ぐらいで、経験値これ稼いで、これね、敵のリスポーンがめちゃくちゃ早い。これがねちょっと困るかな。特にライフつかないと。なんでやっぱポーションですね、回復大事ね。ポーションゲーだ、いけ。よしで骨もらってボンスロア。でもね、自分あんまり回復使いたくないんだよなあの赤炉のさ耐性とかもそうなんだけど、ただエストビンはめっちゃ飲む、アラ飲む。あれないとクリアできないもん、エストは。で、またそう、また蓋してんだよな。あー、46でかい。でかいやつ。と、なんか本がある。何？これ読んだ？読んでない。連射ね。コマンド後のボタンを押し続けることで連射する。波動拳コマンドプラス X ボタン。で、武器ブランダーパス、トラドール、ウルスラグナ。秒間80。結構つかな。よーし。さあ、セーブポイント。これで、セーブすんだよ。そう。で、セーブかけて、15レベル。で、こっからやっぱ上かな？これね、まあ、スルーっていうことも大事なんですよね。スルースキル。で、次。こっからこれ上いけないもんな。こっちか。まずこっち。なんかいそう。ここすげえなんかいそう。なんかいた、ほら。危ない、近い近い近い。ステンドグラスマン。クラフトワーク。さあ、まずはネズミで。おわっち。あ、これ手になってるんだ。デコピン。ネズミを呼んで、掴まれる。こうやって避けらんなくね、こんなの。まずい。よし。あー、これも強えな、しかし。あ、で、ここに台があった。で、上行けるんだけど、あんまり意味ないか。あ、掴まれた。これで死んだかな。あ、死んでない。触れただけで27。これがでけえな。これもしかして安全。あ、っぽいな。ここ安全。あ、掴んでくんのか。怖っ。いやー、申し訳ない。勝てえ、こいつ。単純に勝てえ。で、もう一回。あそこ安全地帯ね。一時的な。あれを使うんだ。よし、リベンジ。まずネズミ。これ呼んで、ネズミなし。で、早速持ってくる。はい。で、触れただけで結構食らうんですよね。危な。27。我が呼びかけに応じよ。あー、デコピン食らう。行け。我が呼びかけに応じよ。そう、そこ塞がれてしまうとね、どうしようもないんだよな。これロングソードかな、もしかして。相性いいの。あの、体験ね、ロングソードじゃなくて。で、ここに避難かけて。よし、安全地帯。いやー、これ怖いんだな。待って、変なパターン入ってる。あと、上に切っていけない。よし。さあ、行ったのか。よしよし。で、実績解除。ランページキュレーター。で、シャードゲット。エフェクティブシャード。魔力を消費して継続的な効果を発揮する魔性術。で、クラフトワーク。特定の物体をつかみ動かすことができる。これでか。巨大な手。なるほどね。ただ、魔力がね、全然ない。これどうしようかな。
ちょっと待ってね。回復、どっかに回復ないかな。お宝と、なんか露骨に安全っぽそうなシャードね。これ何？何シャード？ファミリアシャード。使い魔を刺激する魔性術、魔力を消費しない。出ました、使い魔。で、ファミリアシルバーナイト。使い魔シルバーナイトを召喚する。これも月下でありました。そう、ずっとこういう風に近くにいるの。使い魔。で、クルセイドアーマー。これゲット。あ、これ強い。ディフェンス9ぐらいアップする。9ぐらいっていうか9ね。これはぜひとも装備しておく。で、これなんか知んないけど、アーマーね。これがね、グラフィックに反映されないんだ。そういうスタンスなんでしょうね。他に指輪。指輪はいいか。石仮面。とエルフ耳。どっちかっていうとこっちなんだけど、強いんだよな、こっちの方が。石仮面。こっち。これいかついな、しかし。んで、一旦これ戻ろうかな。セーブシーン戻る。死んでしまったらパーだもんね。こっち。で、下行って。この子どんぐらい働くの？よくわからんな。ほわって光った。で、セーブかけて。あした。今ね、プレイ時間3時間ぐらい。これね、放置時間も入ってます。あとね、このタイミングで雑談コーナー2つ目、匿名希望さん、DM くれました。アイロンさん、いつも動画投稿お疲れ様です。ありがとうございます。僭越ながら質問と相談させていただきます。で、ご質問、アイロンさんの気分転換の方法を教えてほしいです。と、もう1個、今抱いている目標や夢はありますか？という2つ。で、気分転換、自分ね、これやっぱ寝ることかな。寝てリフレッシュっていうね、今のところね、それが一番大きいと思う。自分は。つっつくんだ、ああいう風に。で、とりあえず右行こう。昔ね、自分もスランプになって、昔っつっても数年前か、スランプになったことがあって、なかなかこう創作に打ち込めないと。で、そうなった時にね、自分探しの旅に行ったんですよ。かつて通っていた幼稚園とかね、あとなんだ？ずっと昔住んでいたアパートか、そこに行ったりとかしたんだけど、特にね、何も変わんなかった。懐かしいなーで終わった。で、ライフアップ。まあ自分の場合はなんだけどね。と、ユニコーンの指輪。これ取って、ユニコーンの指輪。これが、まあそこそこ強いんだけど、マフラー。こっちじゃなくて、ネックレス石仮面。ちょっと待ってね。ネックレス。石仮面これ外したいんだよな。できれば。24、24。まあこっちでもいいか。MND。あれね、魔法耐性っぽい。よし。こうしよう。なんで本当に今んとこね、自分寝ることですね。寝てすべてを忘れるというか、リフレッシュする。あとね、これこっち、ここに行けないんだな。上方向。こう持ってこれるんだけど、そこに行けない。これ掴める？で、上に持っていけない。ここなんか怪しいんだよな。怪しくない？他に使い道、これないかな？こう行って、ドン。上来て、これさっき通ったもんね。ですね。こっちはないんか、つまり。でね、もう一つ目。抱いてる目標とか夢ありますか？これそうね、現実的なところで言うと、まあそのうちお家とかね、マンションとか、できれば買いたいなというふうには思ってます。我が家ね。やっぱり家が欲しい。そのうち欲しい。どうしてもっていうわけではないけど、安住の地というか。54でけんだよな。こいつ、つつけ。あとはそうですね。なんかね、劣化しないこと。それかな。劣化しないこと。劣化っていう方あまり良くないんだけど、衰えないこと。例えば動画のクオリティ下げずにとかね。まあそこ怖い、そこ怖い。よし。さあレベルアップ。これかけて。で、この状態で左上。そこ行ける。あ、行けないっけ？あ、これまだか。どうなるかの、魚車か。
あっちに行く必要があると思う。そう、自分ね結構悲しいのが、好きな作家さんとかがね、なんかじわ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 作風が変化していったりとか、絵柄がこうあんまりよろしくない方向に変化していったりとか、あれね結構悲しいんだよな。悪魔、これ敵じゃないのか。待ってくれ、俺は悪い殺人鬼じゃない。悪い奴はみんなそう言うわ。それに殺人鬼の時点で悪人でしょ。違うんだ、この呪われたハサミによって俺は悪魔になってしまったんだ。確かに悪い殺人鬼じゃない、でも殺人鬼なんだ。そのハサミを捨てればいいんじゃないの。知らないのか、呪われた装備は外せないんだぜ。俺の名はトッド。呪いは666種の髪型をカットすることで解除されるらしい。悪魔の数字か、目視録の。適当にカットしたらいいんじゃないの。適当にカットしたペナルティで殺してしまうんだ。おしゃれな髪型でないと。面倒な呪いね。だからおしゃれな髪型の情報が欲しいんだ。で、お嬢さんの髪をカットさせてほしい。大丈夫かしら。お嬢さんに危害は加えないぜ。もし呪いが発動して襲ったとしても簡単にやられたりしないだろう。ま、それもそうね。え、どうすんの、切ってもらうの。なるほど、こんな髪型もあるのか。とうとう新しい髪型をカットできるようになった。これシザーハンズのオマージュかな。で、彼がレベルアップとヘアカタログ。あ、こういったこれカスタマイズあるんだ、これ知らなかった。これもすごいいいな、カットっていうか、まあなんか伸びてる気がするんだけど。こっち、これしてみようと、ヘアカラー、金髪、銀髪、あ、これいいな。そうね、黒髪、銀髪、銀髪いいね、やっぱり自分銀髪フェチなんで。とコスチューム、黒、ピンク、黒かな。で、サブカラー、黒と黄色、赤もいいな、どうしよう。黒、ここでいく。よし、お似合いで。うん、綺麗になった、ありがとう。意外といい人ね。でんで、左に宝がある。あれなんだっけ、まずこいつ殺して、で使い魔レベルアップ。そっち、そこの宝、あれなんだ、そこ。こっち、これがですね、あ、これか、これそこ行けないもんね多分。でですね、これでどこ行くか、どこ行くか問題。そこの左上、あれは無理だった。となると、あの魚車のところ、あれどこだっけ、魚車のところ。こっちじゃないんだよね、ここじゃない。それは分かってる。これ一旦消して、あとね、これなんだこれ。このマーク、これなんだろう。魚車、これどこだったっけ。多分この周辺なんだよな、ここら辺。なんでまあ一旦こう降りて、で、こう行こうか。下っていく。ここら辺ね。まずは。まずこっち。できればね、これもうちょいマーカー欲しいな。あとそっちか、そうそうそう、そっち、行けるんだな、そっち。行けるんだけど、まだ行ってない。こいつがいるんだもんだって。これ強すぎない?こいつ。やっとくか、こいつ。怖い、怖い、怖い、怖い。ただ攻撃、絶叫しかないっぽい。これならばやっていける。見切った。よし。はい、雑魚。ハイザコ案件。で、こっち、これ、こっちはこっちはなんだこれ。
あの、魚車は、右下なんだけど、こっち、気になるだろう。で、これも開く。で、廊下あって、エリアチェンジ。ここどこ、これ。ここなんだ、これ。エントランスの一部か。で、落っこっていける。上行けません。よし。で、ライフアップ。これと、これ大事。と、シャード。これ何シャード？ショートカット。これね、二つ目。あ、これ武器のあれか。多分、セットネームですね。装備の切り替えだ。なるほど。まあ、これ使って瞬時に切り替えて、立ち回っていきなさいと。で、落っこってくる。こう繋がってるんだ。よし。で、魚車。魚車行って今日終わりかな。まあ、モハについて皆さんなんか目標とかありますか？今。そうね、現実的なところで言うとやっぱ資格とかさ、就職とかのそこら辺かな。一般的な目標で言うと、お店持つとかね。でね、自分の場合、なんかね、自分何かを失うとすごいやる気出るんだよな。あれ不思議なんだけど。なくなっちゃったから頑張ろうっていう、なんかね、そういう気持ちになるの。あんまりね、良くはないと思う。あと、燃え尽き症候群ってのもあるしね。目標を達成してしまったりすると、そこでこう燃え尽きてしまって、テンション一気に下がるっていう。燃え尽き症候群。あれも気持ちわかるな。で、これ。ここね、そう、落っこっていけるんだけど、まだいけない。そんな深くには。で、セーブかけて、よしと。で、この上ですね。そこに来て。お守りいたす。あ、この子喋れるんだ。お守りいたす。そこ。こいつな、これをやってくんね、こいつ。そう。で、もう一匹。よし。で、こう行って、多分ここら辺でしょう？魚車って。あれ、魚車で合ってるよね、読み方。行って。で、ここ、そう、こっちに行けなくて、こう行って、で、こっち。で、この先だった記憶がある。確か。あれですよね。そう、この周辺だ。そこ。待って、でっかくなったんだけど、あ、こう来るんだ。ビタン系ね。把握した。で、それと、ここのですね、下になんかある。あれもね、どんなだったかな下。この下。ほぼ記憶にない。こっち。あ、これ鍵か。モサの鍵。ただ持ってない。モサってない。で、業者さんがいて、よし。上はいけないんですね、こっち。一応もう一回。これ無理かな。二段ジャンプが必要だ。で、業者。こいつを、こうして、どかして、で、てかそもそもこいつさ、これどうやって来たんだよ、ここに。これあるじゃん、だって。どうやって来たんだよ。いいところへ連れてってあげよう。おとなしく座っておれ。ありがとうとかないの。で、座っておくれ。こうか。よし。こう行くんだ。もう降りていいぞい。多分ここをこうずっとジャンプで往復してるんでしょうね、彼は。で、こっから、下に行ってしまうとあれか。あの、アイアンメイデンね。
なのでこっち、こっから下って技がある、技じゃないか、技だ。で、島津空撃符、空中からかかと斧のように振り下ろす、下下 X、 で武器キラーブーツと地獄の弾頭台、足技ね。これそっち、あ、これこっからいけないんだ。アイアンメイデン、あれを突破する必要がある。で、よし、ワーポイントとセーブポイント、上セーブかな。これで今日終わりかな。宝があって、これ何、500円で、セーブじゃない、これピクシーかな、カラボス、全然ピクシーじゃない、カラボス。あとそこの上、これ上いける、あ、上もいけるんだ。んと、ライフアップ、よーし、 HP400、 結構伸びたね。難易度もね、ちょうどいい、難しすぎず簡単すぎず、本当にちょうどいい。で、クンフーベスト、さあクンフーベスト、これがこっちか、これも弱いかな、31、売っていこう。よし、さあどうね、すいません、今回時間の切りがちょうどいいんで一旦断りにして、でまた次のパートにつないでいきましょう。よかったらコメント、高評価、チャンネル登録、あとツイッターのフォローしてくださると嬉しいです。とね、また次回ブラッドスティンドでお会いいたしましょう。今回はこの辺で。